川の旅は男の世界だ。自分の腕を信頼して毎日何度か危険を犯し、少々しんどくて孤独で、いつも野の風と光の中で生き、絶えず少年のように胸をときめかせ、そして海賊のように自由、つまりここには男の望むものが全てある。俺の名前は野田智介、昭和13年生まれの44歳、目下は独身。世界の川、日本全国の川をカヌーで下っている。カヌーの後ろにはテントと炊事道具、酒と本、そして両手に一本のパドル。上流から下流へ、川の流れに身を任せ、水面上70センチの視界に飛び込んでくる世界を楽しんでいる。二人の部屋、カヌー野郎のロンリーツアー、野田智介、日本の川を旅するより。第1回目の今日は釧路川。北海道釧路川は屈斜路湖に源を発し、釧路湿原を縫って太平洋に抜ける野生の川だ。屈斜路湖畔の第一夜、北海道の夏は午前3時にもなると東の空が明るくなってくる。辺りは一面の濃霧。寒いので俺はセーターにジャンパーを着込んでいる。8時ごろ、ようやく霧が晴れて青空が覗いた。出発の準備だ。俺の船はファルトボートと呼ばれる組み立て式の折りたたみカヌーだ。長さ 3.8 メートル、幅67センチ、重量26キロ。折りたたむと長さ 1.2 メートル、幅30センチ、厚さ15センチの収納バッグに入ってしまう。日本の川はほとんど川沿いに汽車やバスが走っているから、川の上流まで汽車で行って漕ぎ下り、駅に近いところで上陸してカヌーを折りたたみ、また汽車に乗って帰ることができる。夕方、和琴半島に着いた。砂浜にテントを張り、半島の付け根にある露天風呂に入りに行った。そこには岩で囲んだ広い湯壺があり、砂底から熱湯がこんこんと湧き出ている。少しずつ夕闇に溶けていく苗だ湖面を眺めながら湯に入っていると、近所の人たちが風呂に入りに来た。中には乗りつけた車からタオルを持って裸で飛び込んでくる親父もいる。この先は熊に会うかもしれねえな。熊ですか？あしは熊にかけてはちょっとしたベテランだがな。ほう。まずな、熊に会ったら絶対に逃げちゃいかん。その場にしゃがみ込んで知らんふりしてタバコを吸うだよ。タバコですか？そうよ、タバコよ。タバコの匂いでクマが人の気配に気づいて向こうの方から黙って行ってしまうだよ。なるほど、タバコですか。いや、知らなかったな。まあ、とにかくクマにパッタリ出会わない工夫をするのが肝心だ。山を歩くときは歌を歌う。わしの経験じゃ、バンダの桜が一番いい。ありゃ日本の歌の中じゃ一番高い強い声で歌えるもんな。バンダの桜、どんな歌ですか？バンダの桜か襟の色、花は吉野に嵐吹くっちゅうやつよ。ああ、それ歩兵の歌じゃないですか？そうとも言うな。あとで教えてやるべ。熊はね、怖いもんじゃないよ。決して怖くない。逃げるから帰ってやられるんだよ。えらいもんだな。ところで、おやじさんは山の中で熊に会ったことありませんか？一度あるな。で、どうしました？
わーって言って逃げた。あくしろ川の旅はこうして始まった。翌朝は4時起床、荷物を畳んでカヌの後ろに乗せ、大切なものは防水袋に入れて積み込む。湖畔の売店のおばさんから差し入れてもらった握り飯で朝食を済ませ、湖畔の南西1キロの地点に屈斜路湖の出口がある。ここが釧路川の源だ。船は流れに乗ってゆっくりと密林の中へ吸い込まれていった。川は熊牛原野に入った。土手の向こうに天文台のような銀色の丸い塔が何本も突き出ている。酪農家でよく見かける最新式のサイロだ。俺は迷うことなく船を降り牛乳を買いに行った。2リットル250円という超破格値のミルクを分けてもらっていると、なんと真っ赤な牛乳の入ったタンクが見えた。これ牛乳ですか？余った牛乳だ。密売できないように食紅が入ってて赤いんだ。北海道ではこのところ牛乳がだぶついて生産調整がされている。一軒につき売ることのできる牛乳の量も制限されている。これどうするんですか？牛に飲ませるしかねえべさ。味も成分も全然変わらないんだけど、こんな色じゃ持っていくんならいくらでもやるよ。それじゃあ今夜一つ真夜中に起きてこいつをピチャピチャ舐めてみますよ。そして煮たりと笑うんだ。俺の冗談におばさんは寂しく笑ってくれた。あ、この野郎待て。うっかりして食料を橋太ガラスにやられてしまった。北海道でキャンプするときは食料をテントの外に置かないようにする必要がある。昼間はカラス、夜はキツネに取られるからだ。ちくしょう。ずらりと並んだカラスの巣に石を投げつけてやったと、数十羽のカラスが俺を襲ってきた。ようやく河原での朝食となる。献立はパンとハム、それにフキの味噌汁だ。その時向こう岸に一匹の動物が現れた。野生のミンクだ。10メートルほど隔てている俺を少しも意に介さずドボンと川に飛び込んだ。下の方で浮かび上がった時は口にピチピチと跳ねる魚をくわえている。そして岸を走って戻り、巣とおぼしき穴の中に魚を運び込み、また川に飛び込む。ミンクはそれを2時間余り続けた。不要家族が多いんだな。お前も大変だ。そいつは最後に顔見せのつもりか7匹の子供をゾロゾロと連れて俺の前を歩いていった。船はシベチャに着いた。シベチャは監獄から生まれた町だ。明治18年ここに集置館が設置され、それまで数個のアイヌの家があっただけの小さな集落は突然膨れ上がった。ここに送られてきたのは懲役10年以上の囚人たちで、釧路川に沈んだ木の引き上げ作業をはじめ、森林の伐採、開墾、道路建設と未開の原野に今日の東北海道の基盤となる難工事をやり遂げたのだった。今でもお年寄りと話をすると、大津事件の津田三蔵、五寸栗の虎、仕立屋銀次など、その頃の有名な囚人たちの名前が親しみを込めて語られる。私は終戦直後ここに来ましてね、その頃この辺りはまだ沼がいっぱいあってね、たくさん足が生えていて、こんなところに人が住めるんだろうかと
きそうな気持ちでしたよ。ここは沼地だから冬土台が縛れるとどの家も傾いてね。学校じゃ教室でリンゴの写生をするのにコロコロ転がるからリンゴにつっかい棒をしてやったもんのです。北海道の川の話をするとき、サケマスの密漁に触れなければなるまい。釧路川は密漁の川である。密漁というとなんか暗いイメージがあるが、この辺りの人はサケと関係を相手に戦う男性的なスポーツとみなしている節がある。北海道に住む人々にとってサケマスは貴重なタンパク源であり、自分で食べるくらいの量を取るのは昔から多めに見られていた。それ以上に彼ら開拓者には自分の食べ物ぐらい自分で取らなくて何が男かという気構えがある。だから密漁はなくならない。でっかいやつ3本もあげてよ、背中のザックに入れてオートバイで帰る途中でな、交番の前の赤信号で止まったら、殺したはずの酒のやつがバタバタ暴れ出しやがるよ。おまわりさんが不死身そうな顔でこっち見るし、いやーせびっしょいよ。いよいよ釧路湿原に入る。川の両側は高い樹林がびっしり茂り、よどんだ空気の中ではじっとりと汗が出てくる。朽ちた草木と泥の匂い、木の頂からじっと見下ろしている大きな鳥はおじろわしたのだ。木の下に腰を下ろし、頭を傾けてこちらを見ているキタキツネ。食料の豊富な今の季節、野の獣たちは声太り、毛並みがツヤツヤとして美しい。多分現在この湿原の中で最も汚いのは俺に違いない。その時だ、蚊取り線香防虫スプレーを取り出す間もなく、蚊やブヨその他の虫がわーっと俺を襲った。数えてみると全身88箇所を刺されていた。日本のインテリは荒野という言葉を好んで使い、これを口にするとき涙を流して喜ぶ癖があるが、現実の荒野とはまず第一に大変かゆいところである。真夜中、突然の物音に俺は飛び起きた。まだ自然に放し飼いにした数十頭の馬の群れが川に水を飲みに来たのだし、テントを踏み潰されるとかなわない。俺は力の限り馬に向かって叫んだり歌を歌い続けた。釧路港を出てから8日目、釧路川の旅の最後は東路から釧路までの26キロ。最後のラーメンを腹に収め出発。川っぷちに見捨てられた大きな新しい家があった。湿原の荒涼に耐えられなかったのだろうか。やがて遥か遠く湿原の彼方に黒い梅園が漂うのが見えた。その下が俺の目的地らしかった。カモメと潮の匂いがする。釧路の街が遠くに光って見え始めた。野田智介原作、日本の川を旅するよ、倉内仁志構成、カヌー野郎のロンリーツアー第1回。出演は私草野大吾と今井和子、山谷初夫。ではまた明晩お楽しみに。
カヌーで川を下る楽しさにバードウォッチングがある。カヌーは音もなくスピードが速いから、鳥に接近するにはうってつけの乗り物なのである。数羽のヒナを連れた野鴨の家族に出くわした。まだ潜ることも飛ぶこともできないヒナ鳥は逃げることができない。その時突然親ガモが大声で鳴いた。そしてバタバタと水面でもがき始めた。傷ついたふりをして敵の注意を自分の方へ引きつけ、その間にヒナ鳥を安全なところへ避難させようとするのだ。そしてもう大丈夫と見るや、親鳥はパッと飛び立ったのである。カヌーの上のバードウォッチ、水の上からしか眺められない鳥たちの風景がある。二人の部屋、カヌー野郎のロンリーツアー、野田智介日本の川を旅するより第2回目の今日は北上川。北上川、岩手県北部の西岳に源を発し、岩手、宮城2県を流れ、全長249キロの日本で6番目に長い川である。北上川は水が美しい。人口の少ない山間部や過疎地の支流が流れ込んで、本流の濁りを薄めるからである。ちょっと上がってきて。川に面した家の縁側に座っていたばあさんだ。ばあさんはちょうどお茶を飲みながらまんじゅうをパクリと噛みついた時に、川の上の俺と視線があったので娘のように照れていた。あ、これはな、そうだ、満足なもんだ。あ、食ってけろ。ばあちゃん、川の近くだといろいろ便利でしょう。眺めもいいしね。うんだ、昔はみんな川の水を使ったんだ。インド持ってたのは金持ちだけ。お渡しはね、子供の頃は朝起きて川の水を汲むのが仕事だった。朝の水はきれいに透き取ってからね、飲み水にしたさ。だからさ、紙で流行り病があった。大変だ、すぐに下の桃も病気になってな。都会では老人が小さくなっている。田舎の老人は元気で頑張っている。これが田舎の楽しさだ。このばあさんもなかなか威勢がいい。この前洪水があってな、田んぼが半分やられちまってよ。まあ、うちは息子が勤めに出てからなんとかなるけど、それよりはあんた、田んぼね、こんなでっけえ鯉が入ってきてさ、捕まえたよ。300以上あったな。え？おいおい、ほり、はい、1メートル以上あった。近所のもみんな呼んで食ったけど食い切れねえかったよ。洪水にもいいことあんだな。北上川は鳥の多い川だ。バードウォッチングの好きな人なら絶えず飛び出してくる鳥で、1日に 2,3 キロしか進めない。サンバのカモが水面に舞い降りてきた。カヌーのすぐ横に並んでいる。流れが速くなると彼らはキャッキャッとはしゃぎ出す。背が終わるとカモたちは、ああ面白かったといった風情で飛び立っている。明らかにあのカモたちは急流下りを楽しんだのだ。
小さな支流の流れ込みにテントを張り、キャンプ生活の夕方は多忙を極める。釣りをする一方で雨に備えてテントを念入りに直し、荷物を梅雨に濡らさないようにカバーをかけ、夕食の支度、焚き火の薪拾い、よもぎを集めては焚き火に投げ込んで虫よけに、とまあすることが山のようにあるのだ。手ぬぐいで鉢巻きをし、釣り竿を数本持った男がやってきた。一緒に竿を並べて夜釣りをすることになった。俺はその土地の向こうの農家のもんでな、毎晩ここに来てるのさ。何しろ今農繁期で忙しい、人不足になるから夜釣りはやめようかと思うんだけども、クリンバ釣れるし、釣れれば次の日まだ来てくなる。で、やめられねえって困ってるなんだ。一匹も釣れねば次の日から安心して来ねんでいいんだと思う。釣れで釣れで止めんどねえ。家のもんは怒るせ、俺はもう疲れるから本当にやめるべえと思ってるんだと思う。おお、こいでかいね。50センチあるよ。ほらな、こうして釣れっからまだ来なくちゃなんねえんだよ。やんだやんだ。夜が更けて遅い月が出る。男は怖い怖いと言いつつ引き上げていった。怖いとは疲れたという土地の言葉だ。北上川の支流猿ヶ石川が合流するあたりは最良のキャンプ地だ。水は澄んで川底は魚で充満している。もぐさの中に追い込んだウグイを手づかみにする。次に俺は水中メガネをつけて潜り、岩の下にいた鯉を森で仕留める。鯉は味噌汁の中に入れると生臭さが消えてうまい。鯉国にして食う。吹きを取って吹き飯も作る。食後、盛岡で買った道のく実は予売物語を読む。この本によると北上川流域こそ予売の本家だとある。予売にもラーメンのように本家とか元祖とかいうものがあるらしい。予売文化の発達は何といってもうちの作るに追うところが多い。南部の曲がり屋は外から忍び込んだり、見つかった時逃げ出したりするのに便利にできていると書いてある。僕のテントは大丈夫だろうか。実に簡単に侵入できるから、今夜はよほど気をつけなければならない。もしもし、もしもし。はい。どこからともなく一人のじいさんが現れた。全然似合わない背広と帽子といういでたちで手に檻を下げている。祝言に呼ばれての帰りだが、焚き火が見えたもんで寄ってみたんじゃがね。そうですか。あ、そうでしたか。俺はじいさんにとっておきのブランデーを勧めた。アルコールが入るとじいさんは饒舌になった。苦労して東京の大学を出した一人息子がいる。東京で嫁をもらい、今年村に帰ってきた。村にもいくつかの企業が入ってきて、そこに勤めることになったのだ。一緒に住めると喜んでいたら、息子夫婦はさっさと村営住宅に入ってしまった。女房は亡くなってしまったし、広い家にわし一人だ。寂しいもんだよ。ボトルが空になった。じいさんは上体を90度に折り曲げて深々とお辞儀をし、ふらふらと夜の闇に消えていった。
どこからかうまそうな匂いが漂ってきた。おい、こっちだ、こい。河原で10人ほどの青年男女が芋煮をやっているところである。大きな鍋に里芋、野菜、キノコ、それに肉などを入れてやる東北独特の野外料理である。去る村の青年団のピクニックだという。俺は仲間に入った。こないだテレビでカヌーが水の中ぐるぐる回るの見たよ。それはカヌーに乗ったまま水中を一回転して起き上がるエスキモーロールのことを言っているのだ。つまらないことを思い出したものだ。少し水が冷たいが仕方がない。芋煮の義理というものだ。俺は荷物をくくりつけたままロールをしてみせた。面白い。もう一回。なんだと？水に入るのが他人だからって随分気楽なもんだ。これもう一回。これに感銘を受けたのか、俺にえらく親切な娘がいた。芋を山のように皿に取ってくれ、食え食えとしきりに勧める。さらに流し目で俺を見て、一緒に川を下ったらどんなに楽しいことでしょうという意味のことを言った。しかしと俺は考えた。こういう太めの女性に乗り込まれたりすると、俺の小さな船はブクブクと沈んでしまう。大変惜しかったが、俺は娘に別れを告げた。姉さん、足のような流れ者に惚れちゃいけませんぜ。と言うと、女はハラハラと涙を流した。といったことは全然なかった。雨が降り出した。酒を飲んだので船が直進せず、くねくねと蛇行する。おまけに強い向かい風が出て、支流の水路に逃げ込む。雨にも風にも負けずにいたいが、息上がらず、弁慶が立ち往生をしたという橋の下に着岸。雨の中でテントを張り、冷えた体をウイスキーで温め、すぐ寝た。雨にも負ける、風にも負ける。あちらの娘が来いと言えばおろおろ行き、こちらのばあさんが来いと言えばよろよろ行き、天気がいいと言ってはのみ、天気が悪いと言ってものみ、毎日たくさんのお酒を飲み、そして今日も酔っ払って寝る。君はこんな人になってはいけない。北上川に来て9日目、川は広くなり、ゆったりとした流れになった。葦の生えた両岸はさらに遠くなり、岸にいる人との交流がなくなる。関わり合いを持たない風景は生命を失い、無味乾燥な一枚の絵に過ぎない。俺は海を目指して黙々と漕ぎ続けた。友助原作、倉内仁志構成、日本の川を旅するより、カヌー野郎のロンリーツアー第2回。出演は私、草野大吾、今井和子、山谷初夫。ではまた明晩をお楽しみに。明日は小物川だよ、ね。
泉院内駅カヌーの川旅、今回は雄物川の旅だ。俺は前もってこの駅止めで折りたたみ式のカヌーを送ってやった。荷物を受け取ると駅員が数人俺の周りに集まってきた。ひっくり返らねんびか。時々はね、その時は岸につけて水を出してまた乗ればいいんですよ。濡れて困るものは防水袋に入れておくから、どうってことないですよ。ちっちゃけくておっかねえな。いや、小さいから軽くていいんですよ。ぐらぐらするんび。ぐらぐらするから動きが自由なんですよ。大きな船は安定してるから少しも自由に動けない。面白くないでしょ。不安定な自由を取るか、不自由な安定を取るか、それが問題だ。川旅は上流でたっぷり時間をかけ、下流に行くに従ってあっさりとやるのがコツである。上流では川も山も美しく、人情もいい。下流になると川の水は汚れ、自然は衰弱し、人情が荒くなる。これが日本の川の大体のパターンだ。二人の部屋、カヌー野郎のロンリーツアー、野田智介日本の川を旅するより、第3回目の今日は雄物川。雄物川は全長133キロメートル、秋田県と山形県との境の雄物沢から流れ出し、仙北秋田平野を貫流し、秋田市で日本海に注ぐ米代川と並ぶ秋田の代表的川だ。明け方、寒さで目が覚めた。ハンシュラフにジャンパーを着て寝ていたのだが、これでは北国秋田の夜はちょっと無理だったようだ。黎明の河原にマットを敷き、足を寝袋の中に突っ込み、熱いコーヒーをすすりながら少しずつ明るくなってくる東の空を見た。一日で最も美しい時間だ。地上に低く垂れ込めた霧が風景から生活の匂いを拭い去り、抽象的な世界が現れて俺を包み込む。川は数百の魚と共に流れの模様を作り出す。眠りから覚めた遠くの町がやがてうなり始める。には一度来たことがあった。しかしその時は長雨で川下りができず引き上げている。出発しようとした時に雨になり、2日3日と降りやまず、川が荒れて出発できなかったのである。河原でテントを張る時は不意の増水に備えて、なるべく水面から離れた場所を選ぶことという鉄則がある。しかしあまり水際から離れると何かと不便だし面白くない。その時も俺は水面から1メートルくらい高い砂利の上にテントを張っていた。しまった。冷たいので目を覚ますと体が半分水に浸かっている。俺は暗闇の中を荷物やテントなどを船の中に放り込み、土手の上に引き上げた。知らない人がこれを聞くと大変だと思うかもしれないが、川旅ではこの種の水難はつきもの。俺はもう 7,8 回テントの水没を経験している。テントや他の品物が少し濡れるという以外に実害はない。衣類は乾かせば元通りになるし、強いて害を挙げれば本やノートの類がふやけて倍の厚さになることぐらい。河原を追い出された俺は寝袋とウイスキーを持って近くの橋の下に行った。その時見つけ得た唯一の乾いた場所だったのだ。やべ
やれ、寝袋も半分濡れちまって。おい、誰かいるんですか。おい、こっちだよ。そこには先客がいたのです。男はこっちに来いよと干し草の多いところに俺の場所を作ってくれた。俺はとりあえず挨拶をし、それからウイスキーを勧めた。雨の暗闇の中、俺はその男と酒を飲みながら朝を待った。夜が明けると川の様子は一変していた。前日までそこにあった広い河原は濁流の修羅場となっていた。この先に大江線のトンネルがあるのを知ってるだろう。あのトンネルの北側にいい小屋があるんだ。畳が敷いてあってな、おまけにガス水道付きだ。男は50歳前後のルンペンだった。どうやら俺のことを同業者だと思っているらしい。同志的な優しさを込めていろいろな情報を教えてくれた。彼らは季節的に移動する。冬は暖かい鹿児島や大分で過ごし、夏はこうして東北の涼しいところに行く。北海道は夏でも夜が寒いからダメだそうである。彼の意見では、今や日本の道路を歩くのは自殺行為だそうで、これまで何度も車にはねられたと。だから彼は鉄道の線路を歩いて移動し、夜は保線工事の道具をしまう小屋に泊まる。以前は神社や観音様のお堂に泊まれたが、最近は村の人がうるさくなってダメになった。本当に住みにくい世の中になったよ。こう何もかもその管理されると、わしらは生きていけんよ。昔は大勢仲間がいたがね、みんな見切りをつけてやめてったよ。生活保護なんてものもらってさ、犬小屋みたいなちっちゃな家で暮らしとるよ。なるほどね、そうかもしれませんね。チェ、見てくれよ、このリュックサックは。ずいぶん膨らんでますね。この中全部米よ。秋田はだいたい米どころだから、どの家でも米ばかりくれ。米は重いから好かんのだよ俺は。ねえ、どうすか、その米と僕のラーメン交換しませんか。もう2週間もラーメンばかりで、いい加減米のご飯に飢えてたんですよ。ああ、そいつは助かる。俺の方はずっと米の飯に塩かけて食ってた。いや、もう胸焼けがひどくて困ってたところなんだ。本当にありがたい。二人はお互いに手に入れたものを大いに気に入り満足した。こういうのを賢者の贈り物というのである。2時間ゆっくりと漕ぐと角間川町、神宮寺の河原でテントを張る。今日も浅瀬に数回ガリガリと乗り上げたが、そのまま強引に漕ぎ進んだので船底に小さな穴が 2,3 箇所開いていた。ガムテープを貼って応急手当てをしていると、そこへ一人の娘がのっそりと現れた。カントリーギャルというイメージにぴったりで、それで俺は密かに練習していた秋田弁で言った。姉ちゃん、かっこいいすにだんべ。かぬつづら、大した面白いもんづらよ。乗っけてやっか、ほれ、乗ってみれ。するとその姉ちゃんは意外や。どうしゃ、カヌーか、なみちゃん、冴えてる、どん。今日はもう学校休みだもんね、遊びまくるもんね。カヌー教えて、ガガン、かっこいい。俺は驚愕と衝撃のあまり、ひっくり返りそうになった。しかし考えてみれば当然だった。日本国中皆東京なのである。カヌーマニアには奇人変人が多い。以前最上川を仲間とツーリングしたことがある。いずれもカヌーの猛者ばかり。ちょっと紹介してみよう。 A さんは、死ぬ時はカヌーの上で洗浄しさとか、カヌーと女房は新しいほど良いというのが口癖のカヌーの権化。台風で A さんの家の周辺が洪水になったことがある。彼は早速カヌーを組み立て、それで人助けをしたかというと、そんなことはしなかった。彼によれば、毎日憂鬱な気持ちで出勤の時に歩くうちの前の道が川になってるんだからな。嬉しかったね。夢かと思った。その日はもう一日中うちの周りを漕ぎまくってたよ。
彼は会社を休み、船の上から会う人ごとに、今日はなんと素晴らしい日なんでしょうと挨拶して回り、カヌイストの評判を富に悪くさせた。カヌイストの中にはこんな怪物たちがいる。ただただ恐縮するのみ。カリワノで水の補給に上陸。川っぷちの畑で農家のおばさんが大根を引き抜いていた。百姓って仕事はな、ほんに。くれちょっと。なんと百姓だば。死ぬほど単純で面白くねえもんな。毎年同じ作業の繰り返し。仕事の内容は一生変わらねえ。ばっかみてえだ。誰も。一つだけいいことあるし、なば弟いつも一緒に働けることだ。一日中一緒にいれることだ。おばさん、おのろけかい？え？百姓の仕事だば。夫婦でやらねばダメなのし。体はつらいねね。精神的にやっていけねのし。畑でふっと振り返って誰もいねえとし、もう好き本音投げていい帰りできなるもんな。秋田県は農民の出稼ぎが日本で一番多いところだ。最大の理由は農機具代の返済のためだと言われる。代金の月付支払いが終わる頃、また新型のやつが出て、それに飛びつくから借金は永久になくならない。農家の仕事は夫婦でしなければダメだと言うけれど、夫婦揃って百姓を続けるために買った機械のせいで一年の大半を離れて暮らさなきゃならんというのはどう考えても矛盾ではないだろうか。だでもよそで100万のものを買ったら、うちは101万のものを買いでくれるのは人情だべさ。長い冬が来ると秋田の小学児童の頭にたんこぶが多くなるのだそうだ。父親が出稼ぎでいないうちでは母親の気が荒くなるから、わんぱくな子供の頭にげんこつがごっきと飛ぶのである。夕暮れの土手に立つと、農道は農機具のオンパレード。トラクターが颯爽と行く。その運転台にぴったりと寄り添って座った老夫婦。ばあさんは満面の笑みを浮かべて傍らのじいさんの腰のベルトをしっかり掴んでいる。ああいいなあと思わず声を上げると、ばあさんは手を振りバイバイと俺に言った。日が落ちると急に冷え込み、身を切るように冷たい風が吹いてきた。目の高さから空が広がり、俺は満天の星の中に座って火を起こし、一人で飲んだ。野田智介原作、倉内仁志構成、日本の川を旅するより、カヌー野郎のロンリーツアー第3回。出演は私、草野大吾、今井和子、山谷初夫。ではまた明晩をお楽しみに。明日は信濃川だよね。